この動画はかつてゲーム少年だった男がさまざまな新旧のゲームをプレイする中で時に笑い時に涙し自らの衰えと戦い続ける熱き中年の物語である。はいどうも、人生かき色です。俺たちとセガサターンと40代プレイ、ときめきメモリアルドラマシリーズボリューム1の虹色の青春、久々にすいませんなりましたけども、おかげさまで一回データが飛びましてですね、本当は7日目だったんですけど、ちょっとやり直したらなんか1日ずれしまって8日目からになります。すいませんただちょっとねストーリーの進行上そうなってしまったんで、だけど実質的にそんなに変わらないんでね、こっからやってきますんでよろしくお願いします。ほんとすいませんいやびっくりしましたよ、まさかね本体とメモバックアップメモリーとね両方ともデータ消えると思わなかったんで、もうショックでした。さあやってきます。よう、悪い、俺ちょっと職員室呼ばれてっからさ、先食っててくれ。中庭だろ。今度はってのはなんだよ、別に何でもないって。じゃあな。こいつ絶対やらかしてるよな、いろいろ毎回思うけど。あ、ちょっと効果流ってるかもしれん。今からお昼ご飯？これはお弁当あるんだけど。やったね、このイベントな。うん、いっぱい作りすぎちゃって余っちゃった。もったいないから食べて。ありがたい。だけど実生活で一回もないこんなこと。本当にもう。あ、じゃあ私行くね。練習頑張ってね。いやーありがたいな、まあ、憧れたね当時は。やっぱりおーい、お、手作り弁当じゃないか。どうしたんだこれ。虹野さんが、おお、ずっとこれが格有名な虹弁か。虹弁つってたな、そういや。おいおい、お前何にも知らないで食べてんのか。虹弁といえばだな、しょいちゃんのヘアバンド、鏡さんのイヤリングと並んで全男子生徒の憧れの的。すごいな、超レアスーパープレミアムアイテムじゃないか。そうなんか。どれ、俺にも食わせろ。うまい。こんなもの作ってもらえるなんて幸せなやつだ。お前は何にも分かってないんだな。そういうやつは口にしちゃいかん。くせ、俺が食う。いやー羨ましかそのまま行こう。おお、かがみさん。あら、あなた、この前も見たわね。ありがとうございます。ファンクラブに入りたいのなら後ろのみんなに聞いてちょうだい。怖え。つか後ろのファンクラブの笑顔が怖いんやけどこれまさかとは思うけど、個人的に私と付き合うつもり？厳しいようだけど
今のあなたじゃ全然ダメよ。厳しい。もっと自分に磨きをかけることね。鏡さん、こんなやつを追っておいて早く行きましょう。棒。そうですよ鏡さん、だいぶ棒な演技やもん。俺そうね、これさあ皆さん、スタッフじゃねえかこれ。はい鏡さん。あ、これ懐かしいな。はい鏡さんすげえ懐かしい。いやラジオドラマでやたら聞いたな、はい鏡さんっていうん。こんにちは。本当よかった。でもちょっと量多かったでしょ。そう、それじゃあよかった。真ん中をつくべきなんだろうな、やっぱり。さあこれだ。そんな、やっぱりね。うん、なんかそれだけ喜んでもらえると。ただこの辺りの選択肢が好感度に影響してくるのかようわからんねんな、このゲーム。よろしく。他はないよね。あーインターハイか。お正月明けてすぐよ。確か1月3日。何を隠そう、私も一応ね、高校の時はねインターハイは出てるんですよ。奇跡的にね。まああの実績とか成績言わないですけど、出たのは出ましたね、チームが。全国大会まで行ってるんでしょ。うん、中学の時は全国大会行きましたよ。そこだけ合ってるな。けど個人的な実力が全くなかったから、それ以上は言われへんな。もう確か3年生の体育の先生よね。若いからクラス担任とかはないみたいだけど。そうかもね。コーチのこと嫌いなの。そうね、やりにくいわなあ。けどそうですね、この部活の監督とかが担任でしたね、中学とかだったら。やっぱりちょっと何とも言えんかったな。そんな中すげえ覚えてるな。A 組の藤崎さん、頭がよくって運動神経も抜群で何より綺麗で、なかなか学校のアイドルっていう人って会ったことないんですけどね。でしたみたいなの。へえ、そうだったの。だったら私よりもよく知ってるんじゃないの。先輩、虹の先輩。とにかく来るな。虹の先輩探しました。どうですか虹の先輩。どうしよう、差がすごいな。てくださいよ。え、何？こじゃなんだから更衣室行きません？おいしいクッキー持ってきてるんです。じゃ先輩失礼します。ビー、久々に聞いたわこんな言葉。いつも逃しいなこの夕方いつも思うけど。あのえグラウンド整備ですけど。で絶対部員と思う、声優でないと思うこのキャスト。
これ大事なやつじゃん。もしかして誰だ。あ、よかった。触ったやつ恥ずかしいと思ったけどよかった。臭いのがいいな。先輩、いつもボール磨きやってるんですね。なんでですか？あのね先輩、部員の誰かが先輩が後片付けとか熱心なのは下手なくせにレギュラーになりたいから点数稼ぎしてるんだって言ってましたよ。まあけどこうやってする人もおるよね。そうなんですか？だったらなんで自己満足。さっきの見てたら下手な感じしなかったけど、どうかな。あ、じゃあ私も。あ、そうそう、一つ言うこと忘れてました。この前は失礼なこと言ってどうもすいませんでした。意外に素直。ちょっとむしゃくしゃしてて、先輩だったら当たっても怒られないかななんてこった。でもあんまり怒らないんで逆に恥ずかしくなっちゃいました。もういません、ごめんなさい。でもライバルは。いやー、こんなん言われたら、ね、いや、じゃあそのお詫びに連絡先教えてよとか言いそうやな。私だからボール磨き手伝いますね。いいの、やります。私もマネージャーですから。でもね、あの点数稼ぎって言ったらあれ、ね、陰口言われても、本当にねレギュラーになりたい人やったらそのぐらいやると思うんですよね、補欠で。あ、さきちゃん、こんばんは。どうしたの？そんな、お礼言うなんておかしいよ。私も楽しんだんだし。やべえ。うん。懐かしいな。これはやばいぞ。どうしたの？そんなことないよ。その頃はラブレターとかもらったことないし。もらったことあるな。あ、今でもそうだけど、そのラブレターとかじゃなくって冗談でもらうのはたまにあるけど。いや、本気と思うねこれは。違うってば。だから単なる冗談なんだってば。いや違うな。それはそのよくある文章よ。まあそんなような、とりあえずそんなようなんでもいいからもらいたいわ。悪いからちゃんと返事書いてるけど。すごいな。ごめんなさい、あなたのことよく知りませんって。真面目。だから冗談だって言ってるじゃない。だからもう知らない。全部だいたい聞いたな。私のこと？もちろんいいよ。何でも聞いて。帰るか。そうだね、そうしよっか。聞こうとして帰るっていう。
そう、一回ぐらい勉強してる風景出してもいいと思うけどな。もう、なんとなくでええけん。さあ、どこ行くかな。まあ、グラウンド様行くか、もう。さきちゃん一筋だぜっていうとこ見せんとな、やっぱり。いるんだろうか。あ、いた、よかった。こんにちは。何について言おうかな。いっぱい聞いちゃったから、かえって何言えばいいのか。そんなに知ってんのってか言われたの。みのりちゃんのこと好きなの？男の子はいないみたいよ。頑張って。これで応援されると逆に傷つくよな。こういう時って。私のこと？もちろんいいよ、何でも聞いて。これ怖くてスリーサイズよく噛んのよな。とりあえず料理の腕をもっと磨きたいな。もう一回聞いたな。156センチよ。言ったような気がする。やっぱり来ました。確かに。まあ気候っていうやつは気が知れんけどな。うん、だいたい聞いたかな。もうみおちゃんのことよっぽど気に入ったのね。いや、そうじゃないんですけど。もう、教えてあげない？だいたい聞いたのな、これな。そんな、私じゃ足引っ張っちゃうよ。そうかな。そうね、私もあなたと、まあ、二人三脚はね、こっちの実力でなんとかなるからな。要は1、2、1、2のあれだけだから、まあ、ゲームの話やけどね、もちろん。今年は10月11日みたいよ。いくつか回ったけど、ウィンデーブとか良かったよ。入ってるやつがおらんからな、この女性キャラで。そうね、あんまり入った記憶がないな、部活としては。ミオちゃんも出してたけど、すっごく良かったよ。あれ、入ってたっけな。あんま文芸部って入った記憶がないな。どこ行くのかな。私ちょっと心配だな。僕は高校の時北海道ですよ、ちなみに。北海道。小さい時からそういう風邪ひいちゃうから。遠足とか発表会とか。あーけどね、移動ばっかりでね、なんかあんまり楽しんだ記憶がないですね。本当？期待してるね。そうね、あわたりくんの話はよく聞くけど、そろそろかな。1月3日私こそは宿敵杖田高校に勝って、何としてもインターハイに行かないとね。4月3日か。あ、練習が始まるね。あ、そうそう、前に言ってた明日のことなんだけど、大丈夫？いやー、楽しみやね。さて、じゃ練習練習。ボール磨きの時間が結構好きやったな。まあ、一人の時は嫌よ。けど今はもうマネージャーいるじゃん。あ、先輩。ええ、今日は西野先輩用事があるんだって。残念やな。
そりゃ決まってるじゃないですか。優しいし綺麗だしよく気がつくし。どういう出会ったんだろうな。虹の先輩のこと好きなんでしょ。そうなんですか。なんだ張り合いのない。どういうことよ。私ね、本当はサッカー部のマネージャーなんてなるつもりなかったんです。沢渡くんが入れってうるさいから、まあ一週間だけって思って。西野先輩に会ったのはもちろんその時が初めて。その時も西野先輩、他のクラブの人たちのためにいろんなことをしてたんだけど、うん、実を言うと私最初は西野先輩のこと、こういう話だった気がするな。あまり好きじゃなかったんです。すっかり忘れてくるけど、この人何頑張ってるんだろうとか思って。私天の弱なんですよ、ね、かる。人のために何かしてあげるのってなんか点数稼いでるみたいで、ちょっとパスとか思っちゃうんです。まあけどね、それを考えてない人もいるからね、世の中にはね。いつだったかな、まあ、人の感じ方ってな、いろいろやからな。先輩が一人で部員全員のためにお弁当を作るって話になったんです。最終的には手伝いました。でも最初は勝手にすればって思ってたんです。だってレギュラーだけじゃなくて50人からいる部員全員のお弁当ですよ。確かにすげえな、50ってすげえな。その時西野先輩に聞いたんです。先輩、何のためにそんなことするんですかって。そしたら先輩、別に何か望みがあってやってるわけじゃないわ、自分がやりたいからやってるだけよって言ったんです。いやー、そんな言われたら泣けるね、ほんまも。私は何でも一生懸命にやってる人が好き。そういう人を見るとその人のために何か力になってあげるのかなって。だからね、このゲームマジで多分練習サボってたらゲームオーバーになったと思いますね。怖くてやったことないですけど、ゲームオーバープレイは。よくわからないんですけど、私その時感動して、でとにかくお弁当を作るのを手伝うことにしたんです。結構大変だったんですけど。ですよね。そしたら人のために何かするのもいいものかななんてちょっと思って、それで入部したんです。もうゾッコンです。いいね。なかなか今日言わんけどな。私、今一生懸命の人って大好きです。先輩も結構いい線いってますよ。この子エンドがあってよかったと思うんやけどな、僕マジで。私ですか。先輩からはどう見えます。はっきり物事を言う。そうですね、みんなからもそう言われます。別に隠すようなことはありませんから、何でも聞いてください。何でも、何でもすか。私ですか。そうだな。お、私ね、実は編み物得意なんですよ。いいですね、これはポイント高いですよ。うん、意外って顔した。いやーけどね、人はね一個ぐらい持ってるんですよ、そういうね。あ、でも料理は西野先輩にはかなわないな。まあ、ね、叶う叶わないでね。中学の時にある人に注意されたんですよ。もっと女らしくなれって。人の勝手やろ。それでムキになって国語辞典でも載ってそうな女の子らしい趣味っていうのは一通りみんなやってみたんです。国語辞典時代やな。今まで絶対スマホ調べてんだろ。検索してやな。もうそうですよね。それでね、これなら長くやっていけそうだなって思ったのが編み物と料理だったんです。確か編み物に熱中したのが中学2年の冬の頃で、料理は3年の受験が真っ最中の頃だったな。ほう。はい、夜食とかも自分で作りましたよ。勉強の合間のいい気晴らしになりましたけど。なくていいよね、そういうのね。わかる。
っていうか、私編むの早いんです。ほう。中学2年の一番編み物に凝ってた時はセーターとかワンシーズンに10着くらい作ったことありますし、今はあんまりやってませんけどね。まあ、音ってクオリティがどうかわからないけどな。編み物ってね、暇つぶしには最高ですよ。電車の中でも授業中でも好きな時に編むし。授業中はどうかと思うけど。誰って、もちろん自分で着るためですよ。当然じゃないですか。自分で食っとってそうなんかい。もう抜群ですね。西野先輩のすごいところは、ハンバーグとかカレーとかお味噌汁とか誰でも作れる料理が本当に美味しいとこなんです。それって難しい名前の料理が作れることよりずっとすごいことだと思いますよ。本当、俺思うね。私ですか？アキホです。アキホミノリ。まあまあ、あんよなこの名前って。秋に稲穂がたくさん実るようなおおらかな子供に育ってほしいって冗談みたいな名前ですよね。それ褒めてるんですか？褒めてます。4月16日です。早生まれやな。ありがとうございます。今年はあんまりプレゼントとかもらえなかった。まあ4月はな。4月生まれって今年みたいに学校が終わった時とかは友達と仲良くなる前に過ぎちゃうからもらえないことが多いんですよ。あ、別にプレゼントくれって言ってるわけじゃありませんよ。プレゼントなら西野先輩に手作りの美味しいケーキもらったからもう十分なんです。それ以上のプレゼントって考えられませんから。BGM がいいな、やっぱり大型です。そうですか。でもね、去年初めて献血して分かったんですけど、それまで A 型って信じてましたよ。うちの親が2人とも A 型なんです。だから自分も A 型だって。ほら、雑誌の血液型占いとかあるじゃないですか。今までずっと最も信用できんがないやな。当たってるとか思ってたんですけどね。もう本当血液型っていらんよ。もうまあ型としてはいるけど、医学的に必要でもな。あんまりその人の区別としてはいらんねん。もお母さんが心配して病院に行ったらそうだって。将来ですか？まだ何も考えてません。とりあえず短大でも4年生でもいいですから、大学には行きたいなって思ってますけど。短大だとしてもまだ5年もありますから、それまでにはまだじゃないんだよな。一生打ち込めるようなものを見つけたいなって思ってるんですけどね。まあまあ本気でいかんとな。あ、じゃあ私も。本当思うわ。だからこれを見ている人でもし、そうですね、20代の人がいたらもう将来設計はね絶対考えた方がいいですよ。いや、来てくるのありがたいな。どうしたの？誰がそんなこと？で、その噂どうなったの？そう、よかった。私、何があっても部活はやめないよ。だいぶ経ってるから普通は本人のとこ行くと思うけどな、この噂。どうかした？
かしいな。あんま恥ずかしく思ってないのこれ。本当に？そんなことない。でもそうなんだ。ラブレター欲しい？いやーこれ欲しくない男はおらんと思うけどね。私のでよかったら。普通の手紙だったら書いてあげるよ。普通ってつらい。それじゃラブレターじゃない。やっぱり聞かん方がいいな。やっぱり僕は大体聞いたよな。あ、そうだね、そうしよっか。あ、そうか、もうあれか、聞くことがなくなったら全然覚えてないわ。地味にコラムの看板がある。お互いに。向こうの角にあるデパートよ。ほら、あそこの丸い建物。109っぽい建物？この頃からあったんやな。こういうのはジャンパースカートっていうんじゃないかな。本当？嬉しいな。私も気に入ってるの。うん、この子あれやな、多分ロングスカートが似合うな、基本的に。で、そこのスポーツショップに行くの。うん、行ったことある？女の子のブティックが中心だけど、いろんな施設もあって楽しいところよ。じゃあ行くか。そうね、行きましょう。ええ、じゃあちょっと待っててね、すぐ済むから。これなんだろう、プロテクター？ちゃうか、帽子か。何見たらいいんだこういう時って。ストライカーズマックス、なんだろう。おせえな。一通り見た気がするんやけど。あ、積んだ。よし。何見てるの？いっぱい種類があって迷っちゃうね。何か特別なの？うん、もう済んだよ。じゃあこれ持ってくれるかな？重っ。ではない。大丈夫？それじゃ出ましょうか。出ましょう出ましょう。え？うん、そうね。あとは明日学校に持っていくだけ。やったぜ。うん、
いやいいね。そのつもりだったんでしょって。どうしたの？そうだね。ここの2階に美味しい喫茶店があるのよ。お母さんとよく行くの。なるほどな。町っていろいろなところに看板があるのね。とな、今は結構な看板もな空いてるの多いよな。景気悪いってことだろうな。俺が映画、そうね、アクション映画とかかな。見ていてスカッとするようなのが好きかな。うん、やってるやつね。私見たかったんだ、その映画。うん、そうしよう。じゃあ行こう。さ、映画館に着いたよ。この辺全然覚えてないな。ほう、つうかこれ絶対ポリスノートだろ、出てくる。やっぱり。だって小島プロダクションだもん。絶対出てくると思ったよこれ。いやー、ポリスノートもやりたいですね、また配信をね。こっちもこの良かったですよ。ちょっと間のねガンアクションが難しいですけどね。どうしたの？もう映画終わっちゃったよ。主人公が捕まるまでわからなかったわ。へえ、あなたはどの辺で気がついたの？あの人も犯人だって。これどれか正解あったんかやな。じゃあミス、選択肢ミス。本当に映画見てたの？地下、あそこ地下だったのね。強引、気づかなかったわ。ポジティブシンキング。てっきり1階だと思ってたから。じゃあ大体同じあたりで気がついたのね。まあ多分これはどの選択肢もあかんだろうな。そうそう、それからあの人かわいそうだったよね。悪者に手を貸したのだって仕方ないよね。そうよね。もし間違ってたらいけないから聞くけど、どうしてあの人悪者に手を貸したの？どうしてあの人が悪者に手を貸したのか。これまあまあ質問に来るよなこれ。質問というよりはもう。そうよね。よかった。よかった。確かそんなキャラがおった気がする。そうだ。また来た。また来たことがあるんだ。ナークって何？
何度もナークって出てきたじゃない。あれは何のこと。そんなあったっけ。ああそうだったのか。はあ、なるほど、助かったぜ。そうね、そういうことはこれ全部一番上でよかったんじゃん。あ、懐かしい。このビジョンも懐かしい。なんか、うん、お母さんとよく来るよ。注文数ってあるかな。ないんか。何か頼みましょう。テーブルの上にメニューがあるよ。あ、そうか、ありがとう。する？私は、うん、何しようかな。さあ、なんだろう。これやっぱスペシャルだろ、これは。うん、私はチョコレートパフェにするね。何する？いや、こういう時はね、チャレンジ精神に旺盛なんで、マジで。変なものは出てこないと思うんだけど、楽しみね。そう、やっぱそういうのがいいよね。楽しみなところがね。早く来ないかな。今日いい天気でよかったね。とね。そろそろ。私のこと？もちろんいいよ。何でも聞いて。何でもいいんすか？早く来ないかな。けど大体聞いたよな、もう。もあんまり一緒にならないね。休み時間とか暇だったら遊びに来て。おう、チョコレートパフェと店長スペシャルですね。ごゆっくりどうぞ。来た来た。ずいぶん変わった食べ物ね。ビジュアルがないんですけど。なんじゃないかな。私はパフェがあるからですよね。けど分かります。うん、そうしてみて。けどうまいんだよ多分。どう？おいしい？どんな感じ？どんな味がするの？よくわからないな。これなんか結局他のシリーズも出てくる気がするな、うん、このスペシャルってやつ。一口だけ。柔らかいような硬いような、うん、甘いような辛いような酸っぱいような、変わった食べ物ね。そう？好きよ。
いい言葉だ。もう大好き。X 日本いいね。もう最高ね。本当？うん、行きたい。約束だよ。え、別にどちらでも。うん。やるね。見たことあるな、そういうのしてるのは。どうかした？恥ずかしいな。そうね、出ましょうか。食べたかどうかわからんだけど、もうちょっとやっぱ減ったビジュアル欲しかったな、パフェが。大きな CD ショップとか本屋さんとかミニシアターなんかも入ってるのよ。うん、閉まるって入ってたことあったかな。私、服装には割と無頓着な方だからそんなにはいかないけど、覚えてないな。でも買うときはあそこが多いかな。そろそろ夏物の季節だね。今度見に行こうかな。でも面白くないよ、人の買い物付き合っても。うん、じゃあそうしようかな。そうね、行きましょう。いや、女性物の服って高いよな。高校時分だったら絶対に買われへんな、ほんま。このデートとかもしあったとしても。おう、そうみたいね。そうよね。でも綺麗。私がそんな、恥ずかしいよ。いやいや、やっぱこれは着せないかんな、やっぱりな。ここ同じ柄でもいろんな色のバリエーションがあるね。ここのはまだ春服みたい。衣替えには少し早かったかな。いやいや、そんなことないよ。そうね、いい色ね。おお、またドキツに来たな、これ。中智子さんの金役やな、これ完全に。こんにちは。どうざます？いい服がたくさんあるざましょう。どんな服がお好みざますか？だって興味ざますかっていう人おらんと思うけどな。緑ざます。ちょうど今お嬢様が着てるものなんてもう最高ざますね。このざますっていう言葉は誰が元祖なの？素晴らしい緑でございましょう。今日はどんな服をお探しざましょう。色違いを多数取り揃えているのがこの店の特徴ざまして、あん、自慢じゃございませんが、私の卓越したセンスであなたにぴったりの色を必ず見つけて差し上げるざますよ。あら、これなんてどうざます？もうお嬢様にぴったり、素晴らしい。お嬢様スタイルが良くていらっしゃるから何着てもお似合いになられるざます。まあ、ス
タイルが良かったら必ずしも絶対全部似合うってわけないと思うけどね。いつもこれをこういう会話を聞くけど。まあお目が高い。あのウェディングドレス。お目が高いですか。先日できたばかりの最新作ざまして、試作品ですから売り物ではないざますが、あまりの美しさに皆さんに見ていただきたくてああして飾ってあるざます。そちらのお嬢様もぜひあのウェディングドレスに恐れを通したいでございましょう。ええ、わかりますとも。ウェディングドレスといえば全女性の憧れのドレスでございます。このおばはんも来たことがあるんだろうか。わかります、わかりますとも。いや、別に私は。見たところお嬢様は大変素晴らしいスタイルをされておいでですから、あのウェディングドレスを着るにふさわしいお嬢様でございますが、やはりあのウェディングドレスは特別なものでございますから、なんか条件があるのか。それなりに服装のセンスの優れた方でなければやはり着ていただくわけにはまいませんざます。あのだから別に私は。それではテストか。服装のセンスが素晴らしい方と判断した場合はあのウェディングドレスを着せて差し上げるざます。そちらの男性の方もご協力して差し上げてくださいませ。この店にある服装から素晴らしい服の組み合わせを選ばれたら喜んであのウェディングドレスを着せて差し上げるざます。こんなあったんだったっけ、覚えてないな。それでは始めるざます。スカーフ、シャツ、スカートそれぞれ8色ご用意させていただいたざます。私の今の気分ではそうですね、あれがベストの組み合わせざましょう。厳しいなこれ。10回チャンスをあげるざます。その間に正しい組み合わせを見つけることができたらあなた方の勝ちざます。あなた方のセンスは私並みと判断させていただいて、あのウェディングドレスを着ていただきます。結構プレッシャーやな10回って。スカーフ、シャツ、スカートのそれぞれを1点ずつお選びになった上で試着ボタンを押すざます。よろしいざますか。はい、この中で やった。奇跡。私が考えた通りの色の組み合わせざます。それでは約束通りこのウェディングドレスを着ていただいて結構ざます。本当に着るの。やったぜ、よかった。もうどうしようかと思った。もう絶対無理と思ったけど着けるもんやな。
ゆう。どう？おかしくない？やっぱりおかしかった？ありがとう。いや、写真だよ。でも恥ずかしい。写真を撮るの、写真を。もう着替えていいかな？写メを撮りまくるね。今やったら。今だったらね。うん、疲れた。どうしたざますか？私の服を見て自らのセンスの肥やしにしているのざますね。それは素晴らしいアイデアざます。いや、あんたのセンスはようわからん。やっぱりの洗濯眼は大変素晴らしいものだったざます。どうもどうも。どうざますか？ぜひお買い上げいただいてお召しになっては。あの服の組み合わせを見つけられるとは大したものざます。ぜひお買い上げいただきたいざます。これを言われてやっぱりな。あの、私がお金払うからね。ダメよ。そうだ、それ大事だよ。本当にいいの？吉尾に借りるってすげえな。かつて高校時分であんま友達に借金したことないな。恥ずかしかった。うん、そうでもないか。そんなことないけど。結婚したいね、本当も。まあ僕の場合は2度目になるんですけどね、もし結婚したら。自虐。うん。あ、ねえねえ、あのバス。ほら、きらめき中央公園駅直通だって。へえ、ここから直通のバスなんて出てたんだ。出た、きらめき中央公園。今日はもう遅いね。また今度。行こうね。うん。あ、ほら練習の時間だよ。私一度家に帰って着替えてから行くね。練習あったんや。マジか。いっぱい遊んだね。明日クラブの荷物お願いできるかな。うん、お願いね。今日は本当にどうもありがとう。楽しかった。じゃ、またね。バイバイ。じゃ、また。それから、洋服、本当にありがとう。大事にするね。来て来てくれるんかな。じゃ、またね。バイバイ。人感とな、やっぱりね。お、普段着。こんばんは。うん、懐かしいな。
けど大体聞いたな全部な。スリーサイズは色効かんな、やっぱさすがに怖くて。もちろん根性出して頑張ればきっと大丈夫よ。いやーけど告白してもらわなあかんからな。するんだったら楽やけど。うん、楽でもないか。同じクラスだったら一緒に二人三脚できたのにね。文化部のみんなも頑張ってるよね。私たちも負けないようにしないと。そうだね、そうしよっか。さあ、ここからどうなっていくんでしょうかね。あと何日だ、 1,2,3,4 あと6日ぐらいか。はい、ということで今回ここまでになります。さあ、こっからクライマックスですね。やっぱ次の動画の時は多分一気にもエンディングまでいけると思いますんで、またよろしければいらしてください。この動画ではコメント高評価、あとチャンネル登録なんかもいつでもお待ちしておりますので、ぜひともお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。